私は魚を釣る。それが好きだから。マスのいる場所が好きだから。そこはいつでも美しい。それに私は人の群れがいる場所が嫌いだから。そういうところはいつも見にくい。私が魚を釣るのはテレビコマーシャルやカクテルパーティーや気取った態度を取らなければならない人間関係から逃げ出したいからだ。ほとんどの人が嫌いなことをしながら自分の一生を無駄に過ごしているように見えるこの世界にあって、私の魚釣りは大きな喜びを与えてくれる終わりのない泉であり、世の中に対しての私のささやかな反抗の行為だから。マスは嘘をつかないし騙さない。マスは金で買うこともできないし、賄賂を使うわけにもいかない。力で脅かすわけにもいかない。マスはただ静かさと謙遜と、そして限りない忍耐にのみ応えてくれる。人は最後の時まで一人で道を歩む。私はそのうちの一人としてこの旅を無駄に終わらせたくない。私は魚を釣る。ありがたいことにマスの川には電話はないから、森の中にいる時だけ私は寂しさのない孤独を感じることができるから。そこでは鈴のカップに入ったバーボンがいつも他でより美味しいから、私は魚を釣る。多分ある日人魚を捕まえるかもしれないから。そして多分私は魚釣りを特別に重要なものとは考えていないけれど、人間のやる他のたくさんのことも同じくらい重要でないと思っているからで、しかも魚釣りほど楽しくないからである。冬ですね、僕も冬の間は非常にスクールとかいっぱい呼んでいただくんですけども、だいたい芝生ですよね、こんな感じなんだけども、芝生の練習っていうとやっぱどうしてもちょっとね寒いこともあってね、体動かすこういうディスタンスのキャストみたいな感じになっちゃう人が多くて、僕もそれ嫌いじゃないんですけど、実際のシチュエーションに応じた練習っていうことになるとやっぱり比較的近めから中距離までをリアルなシチュエーションでリアルな感じで練習するのがすごい大事なはずです。何がリアルかって言ったら、まずやっぱフライフィッシングなんでフライの落とし方から逆算した方がいいですね。ちょっとやってみましょう。まずは近いところのそのオレンジのコーンから狙っていきますね。近いですからハイバックローフォワードです。あとは、ジョアン・ウルフっていう人がね、もう重鎮の女性インストラクターですが、アメリカにいますが、その人が提唱しているリーフピッキング、木に3つ、大きな葉っぱがくくりつけてあります。皆さんの練習の時にはこういうふうに目印を大きくつけてもいいですし、漠然とそのあるところの目安をつけてもいいです。その葉っぱを狙うためにはその葉っぱの真反対方向にバックキャストを作んなきゃいけない。あっちだったらこう、近いところだったらこう、だんだんにこう変えていかなきゃいけないんですね。その変えるっていうことがやっぱり魚がそこに出てくる、遠いところに出てくる、歩いていったらポイントが遠くなる、あ、ここにもポイントがあったっていう釣りのシチュエーションとすごい近いわけですね。なので変わるターゲット、変わるトラジェクトリーラインの射出角ライン、その練習をちょっと今からしてみましょう。雨です。夏の終わりからいくつもの台風やら何やらであちこちの川が洪水になった。水生昆虫界でも底石が転がるような大洪水はそのエリアの生息連中が全滅しかねない大災害となる。
9月25日岩手県のカッコンダ川キャッチアンドリリースエリア。なんと大洪水によってコンクリート護岸さえも無残に流出していました。小鹿川はすでに通常の流れに回復しており、微妙なディンプルライズを発見。フタモンコカゲロウのハッチは分かったのですが、何か違う。このライズもしくじりました。これはフタモンコカゲロウのオスダンですが、右ウイングが伸びなかったキャプティブダン。結局サイズが5ミリギリギリぐらいと小さいことに気がつきました。それで赤マダラこう最初来て、途中からエラブタが混ざってきたり、トビイロコカゲロウでしたっけ、あとまあ多種混じったと思うんですけど、メインとなったその赤マダラなんですけど、時期的にはどれぐらいのこの長さでハッチするんですかね。赤マダラは長いですよね。あ、長いですか。まあ、エラブタはもっと長い、日常的なあの虫になるんですけど、ただ赤マダラの方は割と午後、しかも午後の後半寄りにあの緩いピークがあるという感じなんですよね。ですからちょうどあの日 の, あのリズムにぴったりなんですけど、エラブタの方はもっと散漫なんですよ、出方が。こう赤マダラとエラブタって意外と被る。いや、被ります、どこでも被ります。ケースが多くて、それで被るとどうしてもエラブタの方を食いに行くように感じるんですけど、まあ、少しあのエラブタの方が体型が太めですよね。なんとなく美味しそう、胸のあたりの厚みがあってね、まあ、僕好みでありますけどねただあのエラブタ自体の、ね、キャラクターはほんの近年ですよね。あ、古いフライフィッシングの本に日本のエラブタは全く出てこない。